全大会覇者のドミニカを6対3で下した。アメリカは2勝1敗で、3勝のプエルトリコに続き2位通過となり、日本が22日、日本時間に準決勝で対する相手はホームのアメリカに決定した。アメリカは2009年大会以来、2度目のベスト4進出。アメリカは7回途中からイニングをまたいで登板したテキサスレンジャースのライソンが8回を3人で締め、9回はヒューストンアストロズのセットアッパーグレガーソンがドミニカ共和国の反撃を許さず3点のリードを守り切って2大会ぶりの準決勝進出を決めた。日本は前回覇者を破り勢いに乗るアメリカと対戦することになる。注目の準決勝は日本時間3月22日水午前10時からの予定です。以下海外の反応です。 USA ちょっと出遅れて WBC の仕組みがよくわからないんだけど、アメリカにとってこの試合はどんな意味があったのか教えてくれないか。負けたらプレーオフか何か。勝てば火曜日に日本と準決勝、負けたらそれで敗退決定だったんだよ。日本時間では水曜日。きっと日米対決は最高に楽しそうだ。アメリカの勝利が見たい唯一の理由、それはアメリカ VS 日本の素晴らしい試合を見たいからだ。日米対決はいつも素晴らしいよな。以前の大会でダルビッシュが9回にすごいピッチングしたのは覚えてる。歴史に思いを馳せてしまうよな。アメリカも日本も野球に関して言えばずっと続けているから。今年の WBC は素晴らしい。オールスター前にここまで野球に興奮したことを思い出せない。考えてみれば、過去3回の WBC でアメリカが決勝ラウンドに勝ち上がったのは一度だけ。その時も日本に任されているぞ。決勝ラウンドで日本 VS アメリカと日本 VS ドミニカを見たかった。今となってはそんなこと起こらないんだろうけど。次は日本と対戦しなきゃいけないのか。日本って強敵？それとも楽勝な相手？日本はベストメンバーで挑んでくるぞ。今回の日本代表は歴代の WBC チームの中でも一番強いと思ってる。俺たちはゴジラのように日本を踏みつぶす構えだから。日本 VS アメリカとかこれ以上の試合はないな。マジでオリンピックはなんでこの競技を正式採用しないんだ。いいじゃないか。2020年のオリンピックでは正式種目だよ。日本に感謝しておこう。そういえば、なんで日本人のピッチャーはみんなスプリッター、落ちる球を投げる投手、なんだろう。アメリカやラテンアメリカの投手には全然いないのに。もっと多くの選手が使ってもいい気がするんだが、日本の硬球の方が小さいんじゃない？だからボールが挟みやすいんだ。こっちの指導者は落ちるボールは怪我をしやすいと考えてる。肘に負担がかかる。スクリューボールが廃れたのと同じ理由だよ。昔はアメリカでも落ちる球が普通だったんだけどね。アメリカはよくやった。火曜日、現地時間は日本と対決して、水曜日はオランダかプエルトリコと対戦だな。待て、オランダってベスト4に残ってるのかい？実質的にはオランダ王国代表って感じだな。オランダ本土の代表だったら、ここまで来てないはず。日本 VS アメリカがどうなるのか、お前らはわかってるはず。ドミニカと日本だったら、どっちが強いんだろうか。ドミニカだろ、日本は相手にすらならない。日本のフィールディングは最高なんだけどな。さあ、ご一緒に。USA、USA、USA、USA。
日本 VS アメリカが真の決勝戦だ。たまらんな。その試合はきっと満員になりそうだ。これに対し、日本のネットユーザーの反応は。アメリカと比べたら、はるかにベストメンバーからは程遠いけどな。半分近く入れ替えたいわ。すげえ楽しみ。午前10時スタートと聞いて、思わず有休つかちまったわ、わらわら。久々の日米対決はたぎるね。まずは、第1回 WBC で、アメリカが日本に対してやったことを理解する必要がある。二度とあんなことが起きてはいけない。米印、3対3の8回表、一矢満塁、岩村、当時ヤクルトのレフトフライで、三塁走者、西岡、当時ロッテがタッチアップし生還した。日本が終盤で勝ち越し、いよいよ勝利が見えた矢先、アメリカのマルティネス監督が、三塁ランナー、西岡の離塁が早いと抗議し、判定が覆った。最終的に、アレックス・ロドリゲス、当時ヤンキースのサヨナラヒットで日本は敗れた。初回のイチロー、当時マリナーズの先頭打者本塁打などで優位に試合を進めていただけに、後味の悪さが残った。アメリカ国内でも判定変更に批判的な報道が出て、世紀の大誤審と話題になった。同じような場面になったら、あいつら絶対また同じことやるよ。そういう奴らだということを理解する必要がある。その世紀の大誤審で一躍有名になったボブ・デイビッドソン審判は今年2月に引退しました。今の日本の本当のベストメンバーが見たかったぜ。メジャー組も大谷も使えてたらな。投手戦だな。大量点は期待できないだろう。多分、アメリカ戦では負けそう。ピッチャーの起用法に問題がありすぎる。回の後半でこれまで9失点はひどすぎるし、ピッチャーの起用法に異論が結構噴出しているし、すべて権藤さん任せでいいのか。第1回から言われてるが、日本もアメリカもメジャー組を入れて、本当のベストメンバーでのガチ試合が見たいんだよな。でも、今回の侍ジャパンはチームワークがいいわ。アメリカに勝って決勝行ってほしい。日本の先発、菅野、オア、千賀で7割決まるな。5回3失点以内なら勝つ可能性はあるが、昔は、上原、松坂、岩隈、ダルビッシュ、前堅。彼らが打たれるとは考えにくかった。そりゃ優勝するよなと。今回の日本代表は歴代最高の強さとか、嘘吹き込まんでくれ。とりあえず、日本はヤンキースのエースと、レンジャーズのエースと、ドジャーズの2番手と、マリナーズの2番手のピッチャーがいない、ベストメンバーですけどね。ベースボール、VS、野球な。日本が勝ったら、ワールドシリーズの称号をもらうからね。負けたら、アメリカは使ってはダメだぞ。ほほう、これは面白そうだな。朝からねカフェ。